イタリアのトルコ人はロッシーニが1814年に作曲したオペラブッファミラノのスカラザで初演されたロッシーニは以前にアルジェのイタリア女でイタリア女性を主人公にしたナンセンスかつコミカルなオペラブッファを作曲し大成功を収めていたが今度はトルコ男の視点からオペラブッファを書こうと決意していたしかしこの作品は アルジェのイタリア女とは異なり、詩人というドラマの進行役を中心に、トルコ男に恋する浮気な女性と、その女性を囲む男性たちとの間での仮面舞踏会によるアイデンティティ喪失状態で起きる愛の引劇を描くという哲学的な台本で構成されている。このロマーアニの台本は、詩人という物語進行役を揃えることで、メタオペラ的な台本に仕上がっていることは、 前衛的な試みとも言えよう。しかし、このような構成の大きな違いにもかかわらず、初演時は、アルジェのイタリア女の2番戦時ではないかという理由から、正当な評価を受けなかったとされ、この作品の進化が認められるようになるのは1970年代のことである。はじめに、ナポリ近郊にあるジップシーたちのキャンプ。ジップシーの一人ザイーダは、 トルコの王子セリムが行方不明で婚約が破綻したことを嘆いている。他方詩人も喜劇を書かないといけないのに適当な題材が見つからないで困っている。しかし詩人はジップシーたちのキャンプにおける色彩的な導入部ま場面にインスピレーションを得て人間生活そのものに物語を書かせ作品の登場人物を詩人自身の周辺人物に設定することを決意する。そして 詩人の観察眼は騙されやすいドン、ジェローニオとその美しいが気まぐれな若い妻ドンナ・フィオリーラに向けられる。ドン・ジェローニオは妻の浮気性に絶望し星占いに通じたザイーダにアドバイスを求めるが、ザイーダは他のジプシー同様に妻に不定の疑惑を抱く疑り深いドン・ジェローニオをからがう。一方、フィオリーラの方も単調な結婚生活を嘆いており、ちょうどその時に トルコの王子がイタリア観光のためにナポリを視察しているとの情報を得て良い恋のチャンスと胸をときめかせる。フィオリーラはトルコの王子セリムを見て一目惚れ、セリムの方もイタリア女性に興味を抱く。ドンジェローニョは詩人とフィオリーラの熱烈な崇拝者であるドンナルチーゾからそのことを聞かされ、このトルコ男こそがかつてザイダの恋人だった王子。 セリムであることが明らかになると登場人物の割り振りが詩人にとって好都合な方向へと向かい詩人は大喜び詩人はそこから嫉妬する夫気まぐれな妻彼女の情熱的崇拝者のアルチーゾと引き離された恋人ザ位だとセリム王子という図式を脳裏に思い描くドンジェローニオの家でセリムとフィオリッラがコーヒーを飲みながら愛を語っている ドンジェローニョは怒り浸透に発して帰宅するが、ジェローニョ自身がおじけづいてしまったことと、フィオリッラの疑問の余地を与えない威厳に満ちた態度に打ちまかされ、セリム王子に対し低丁重に振る舞わざるを得なくなす。ドンナルチーゾが嫉妬に燃えてやってきて、ドンジェローニョの夫としての態度の弱々しさに憤慨。混乱の中、セリム王子とフィオリッラは、海岸でデートの約束をする機会を見つける。 このヨエショーに、詩人は満足な様子で妻と二人きりで取り残された、ドンジェローニョは遺言を取り戻そうと努めるがフィオリッラは怒りの爆発に対処する方法を熟知している。セリム王子は、フィオリッラと二人でトルコに逃避行に出るため浜辺で待っている。しかし、詩人が、セリム王子の元恋人であるザイーダが再会するチャンスを与えてしまうと、セリムの中に、 昔の情熱の火が灯される。しかし、第一幕の終わりで、すべての複雑な状況が単純な形で集結して、しまおうかという時に、フィオリッラとドン・ナルチーゾー及びドン・ジェローニオもまた浜辺に姿を現し詩人は安堵する。二人の女の火の出るような争いと皆の心の中に、講じた嫉妬の情がさらけ出され、詩人に恐ろしく混乱したフィナーレを作らせることとなる。 今や再び、フィオリッラに対してだけ心がときめいているように思う。セリム王子は、ドンジェローニオに対し、トルコの監修に従い彼の美しい妻を金で、買おうとしつこく迫る。そして、それができなければ、彼女を誘拐するだけだと脅す。ドンジェローニオはどうしてもフィオリッラを失いたくないと思い、ライバルたちも互いに罵り合いながら去っていく。誇り高いフィオリッラが、 ザイーダに、セリム王子は、選択を迫られたらば、自分を選ぶに違いないことを証明してみせようとする。しかし、その時になってみると、セリム王子はなかなか決断できない状況に追い込まれる。元の恋人の優柔不断ぶりに落胆して、ザイーダは舞台を去りフィオリッラは、もう一度セリムを誘惑する機会に恵まれる。詩人は、ドンジェローニオに、 フィオリッラの誘拐が実際に計画されていることを警告する。仮面舞踏会に乗じて、セリム王子はフィオリッラと逃亡することになっているというのだ。しかし、詩人は対策を練っている。それはザイーダとドン・ジェローニョがそれぞれフィオリッラとセリム王子と全く同じトルコの服を着て仮面舞踏会に紛れ込み誘拐を阻止しようとするというもの。ドン・ナルチーゾはこの会話を聞き、 フィオリッラとの幸せのすべての望みが立たれたことを悟る。ドンナルチーゾも、また、トルコ人に変装することを決意する。舞踏会では仮面をつけた登場人物たちが混ざり合う。フィオリッラは、ドンナルチーゾの腕に寄りかかり、セリム王子は間違ってザイーダの腕をつかむ。カップルは、お互いに愛を誓い合う。しかし、当惑したドンジェローニョは、外からは、セリム王子とフィオリッラ、 他のカップルと見間違えてしまう。変装した二組のカップルを目の前に見てしまい、憤慨してしまったドンジェローニョはカップルたちに仮面を取るように要求するが、誰も言うことを聞かない。仮面をつけた人物たちの創造しいご住所を喜んだ詩人は、本物のトルコ男と逃げることで物語を終わらせようと考えるが、フィオリッラは遊びに疲れて、彼女の賛美者ナルチーゾと共に、 イタリアに泊まろうと決心する。さらに、セリーム王子は全面的にザイーダの腕に戻ることとなる。こうしてこの作品はハッピーエンドとなり詩人は満足する。ありがとうございます。